おはよう、こんにちは、こんばんは。僕の異次元空間へようこそ。ネグだ。コンタクティー。レゴビルダーズジャーニー。今回はこちらのゲームをやっていきます。このゲームはね、レゴブリックテイルズをね、見つけると同時に、まあ、見つけたね、ゲームになるんだけれども、うん。またちょっとね、違う、ブリックテイルズと違う感じのね、ゲームになってます。なんか、トレーラーを見たんですけど、動画でね。もうとにかくリアルだった。うん。もうこれ見てるだけでもね、めちゃくちゃリアルに見えると思うんだけど。うん。まあ、とりあえず、まあ、これもパズルゲーム。なんだろうな。まあ、ブロックのそのキャラクターをゴールに、ね、導くっていったパズルゲームかな。ブリックテイルズとはちょっとまたね、違う感じのゲームになっておりました。はい。というわけでね、早速ね、遊んでいきたいと思います。では、スタート。キャトル。A をタップして拾い上げる。はいはい。うん。この出っ張りに合わせればいいのかな。で、A 押さえておく。OK。これも拾い上げる。で、円をタップ、あ、浮いてるときは回転でタップなのね。あ、タップで回転なのね。場所が良ければ A を押さえておくのかな。はい。どう？めちゃくちゃリアルじゃない？もう本物だよね。本物。音だったりとか。まあ、そういった見た目もね、気に入ったんだけど、そうなんか、まあ、ゲームとしても当然楽しめるんだけどさ、こうやって。おー！すげー。超綺麗だと思わない？もう透明ブロックなんてほんと、質感とかやばいよね。そうなんだよね。もう雰囲気がとにかくいいと思って。これは遊ぶべきだなっていうね。ん？これは、もう一回、B で落とす。はいはいはい。で、A で拾って、乗せて。で、こいつを最後に乗せるって感じかな。よし。おー。うわー、めちゃめちゃいい。めちゃめちゃ綺麗。で、乗せる。R を使用して、周囲を見る。お、隠れてますね。で、こいつを持ち上げて、回転させて、乗せる。おー、なんかもうなんか、なんていうの？おっとっと？光が当たった時のさ、ブロック一つ一つについてる傷っていうんかな。そういうのもめちゃめちゃ綺麗、リアルだよね。もうこれを多分、静止させてスクリーンショットなんかにしたら、もう本物と区別つかないような気がするね。これどこ？ここでいいの？はい。
おっとっと、違う違う。はい。で、こいつを、ここね。そう、このゲームはね、キャラクターがミニフィグじゃなくて、こういったあのブロックでできたね、人なんだよね。これはこれで可愛いよね。え？これ？ここでいいのかな？ちゃんと人だって認識できるもんな。これどうすんの？おお！ああ、よかった。誤って吹っ飛ばしちゃったよ。適当に乗せていけばいいかな。うわ、でも本当に、ため息が出るぐらい美しいよね。世界が。うん。まあ、たんで、こう、なんだ、波の音だったりね。その自然の音だったり。BGM も最高、あ、旗だ。最高よね。雰囲気、癒しでもあるよ。いいの？こんで。よかった？正解でしたか？いや、すごいな、マジで。これ、めちゃくちゃ綺麗じゃん。最高。ね、これここでいい？どうしたらいい？あ、これか。あ、交互にね、交互に外してはつけて導くのかな、お父さんの元に。うわー、すごい、マジで、マジで綺麗。うわ、すごいな、マジで。ん？あ、そうか、あ、違う。ここにつけて、で、こいつを、こうやって、導いて、あ、いい、合ってる？いい？よかった。導いていくのね。はい。で、ここか。はい。よし。そんなにめちゃくちゃ難しいっていう感じでもないけど。お、流れてきた、流れてきた。よいしょ。難しいっていう感じでもないけれど、まあ、それがいいのかな。よし。で、これを、ここ。順繰りにね。よいしょ。なんか仕草がまた可愛いね。もうなんか、人に見えてくるもんな。ちゃんと。これはここでいいのかな？クリア。お、なんかお父さん服着たね。これ上に乗せなきゃいけない。上に導かなきゃいけないんだよね。となったらちょっととりあえず外して。あ、まだあるか。ん？あ、あれかな？これで、まず乗せて、さらにこの段に乗せて、こいつを一旦離して、これを乗せて、で、こいつを乗せて、よし、お、お、
帽子くれるんだ。ありがとうお父さん。え、なになに？あ、これ普通にこれでいいんですか？あ、ちょっと待って、でもあそこちょっと高い。あ、あった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 。これをね、ここに乗せて、で、ここに乗せて。違う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 。これは登れるかい？あ、じゃあこっちも行けるね。なんか海から突然怪しげな場所に行ったな。おお、え？ああ、危なっかしい。なんかとりあえずこいつをここに乗せて、いや、ブロックのこのなんか転がる音とかね、ぶつかり合う音とか、そういうなんかプラスチック感もめちゃくちゃいい感じね。遠くない？いけるのか？こうして、ちょ待って待って、ちょ待ってよ。こ、あ、あ、意外といけるかな。あ、ちょ待って、これをこうか。で、こいつをここに置いて、こっからならいけるよね。で、こうして、違う。こいつを、ここに乗せて。あ、いけるね。はい。よいしょ。いやー、でもこれはね、お？あ、なんだ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 。レゴ好きなら、やって損なしじゃない。レゴ好きじゃな、レゴが好きだとか、何これ、どうしたらいいの？あ、これか。レゴが好きとか、じゃなくても、やる価値ある気がするね。なんか、のんびり遊んでられるね。なんか、こう、何やってんのこれ。何やってんだろう。いい、こんでいいの？お？何？焚き火か？これ火だね、これ。おー、いやー、なんかめちゃめちゃあったかいゲームな感じもするな。いや、いいね、こういう時には。こういうなんか落ち着いたゲームもね。ん？何？何これ？あ、ここでいいの？あ、消すのかな？あ、消した消した。寝るのかな？あ、ここから、これから始まるんだ。ビルダーズジャーニー。冒険をしてるんだね、じゃあね、この二人は。え、これは、ん？普通に進めばいいのか。あ、これでかいな、マス。今回。はい。お、お、お、なんか、沈んでってる。これ、登れるか？あ、登れるな、普通に。じゃ、ここでいいの？で、ここ、普通に、あ、別になんてことなかった。なんてことなかったです。はい。はい。よし。一応なんか道は続いてる感じはするね。何？
とりあえず、ここ?あ、違う、ごめんごめんごめん。なんか、いけねえよってね。あ、ごめんごめん。ここか。はい。で、こいつを、ここを。で、こいつを、ここ。はい。ちょっと待って。これじゃあ、あれか。沈んじゃう前にさっさとみたいなやつか。んで、こうして、で、はい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 、隠しまった。あ、いたいたいた、よかったよかったよかった。で、ま、とりあえずちょっと、位置をこっち側にしておいて、これを、ここ?登れるかな?頑張れ!いった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 。ほんで、で、ここ、はい。よしよしよし。いけるか?いった。あ、ちょっと待って、いけるか?よし、いったいった、よかった。オッケーオッケー。そういうギミックもある。何これ?めちゃめちゃごちゃごちゃしてるじゃん。ん?これは、こいつ?こいつ?高さ、ちょ、待って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 。ここでいい?あ、どここれ?あ、違う。ここか。あ、違うな。違う違う。え?ん?どうなってんだこれ。ちょ、待って待って。あ、違うわ。なんか、乗せられないんだ。なんか、三つのやつないか。三つのやつ。ちょっと。あ、B ね。B 間違えた間違えた。これか。これをここに置いて。で、これを、こう降りてこられるかな?降りてこられる?ここ。無理か。ここは?無理か。んじゃあ、ちょ待ってよ。あとはもう高さ的にはそう変わらないから、こいつにして、これなら来られるね。で、こいつを、ここ。で、高さ欲しいよね。またさっきみたいな感じでいいんかな。こうして、少しずらす感じで。んで、ちょっと待って。これを、長すぎんか?いけるかな?ここ来れる?来れるね。ここ来れるかな?お、いったいった。違う違う違う、それじゃない。で、こうでいいかな?よしよしよし。次、何?なんだ?拾えるブロックは、あるある、上にあるわ。これか。あ!うわ!あ、そういうこと?せき止めてたやつ、ダムみたいな感じになってたやつ、どけちゃったから、崩壊しちゃったってことか。ちょっと待って、これでも長いやつを使って、ここ置ける?置けるね。んで?こういう感じでやっていけばいいんかな?いけるかこれ。あ、ちょっと待った。これなんか、どんどん高くなって、降りられなくなっちゃうかもしんないから。これ外して、うわぁ、落ちて、あ、ん?あ、ん?あ、よかったよかった。んで、こいつをここに置いて、で、ここに繋げていったらどうでしょう?まあ、そんな高さ変わらんけどな。
でも多分いけそうな感じするけどね。どうなんだろう。これだったら高さ、そんな高くないよね。ちょっとやってみようか。まずは、こう。で、こう。よし。で、こいつを、ここは降りられるだろう。うん。で、ここ。いった。よし。このゲームも、これが正解っていうのはなさそうだね。え？それ沈むやつじゃないの？といいや。とりあえず、こう置くでしょ？いいよ。そうだよね。落とせない。ちょっと待って、ちょっと行こうか。ほんで、ちょっと待ってよ。ちょっと待って。こっからあそこ登れるか。これ多分沈むだろ。ちょっとまあわかんないけど、とりあえずやってみるか。はい。あ、違う。操作方法まだ慣れてません。はい。あー、ごめん。あ、いいのか。いいのか。こいつを、ここに乗せて、で、こいつを、ここに乗せて、こいつを、ちょっと見えない。どこに下ろすんだ？これ登れないよね。あれ？あ、ここ、あー、無理だよな。無理だよな。こいつを、ここに置いて、とりあえずこいつを、ここ。で、あー、ちょっと待って。見づらいから。あ、ごめん。見づらいから、こっち来られるかい？来られないか。ここは来られるかい？あ、来られない。ここは来られるでしょう。ちょっと一旦ちょっと置いて、見づらいからさ。こいつもいいや、ちょっととりあえず。ん？あ、はい。うん。これを、あれ。あ、ちょっと待って、なんか他にもブロックあるやん。そこに乗せちゃダメだけど。あ、できたできた。こうして、で、ここなら乗れるんじゃない？ここなら乗れそうだから、こうして、こいつ邪魔。で、これを、ここに乗来れないか。マジ？じゃあ、ここに乗せて、ここに乗せて、ここに乗せて、あ、いった。あ、ん？ちょっと待って。ここに乗せて、よし。で、これでいいか。はい。よし、これだな。目の前までね。はいはいはい。よし。おお、何そのギミック。
何？そこに来いと。いけるかこれ。ここでしょ？あ、いけるな。まずとりあえず乗って。うん。え？どうすんの？はい？ん？ちょっと意味がわからん。ちょっと待ってよ。これちょっと落として。あ、これでいいのか。ちょっと。これどうしたらいいんだろうな。どんどん先行くじゃん。ここに置いて、ここに置いて、ちょっと待ってよ。ちょっと待って、あ、落ちちゃった。いいや。んで、こいつを、ここにして、で、ここに、乗せて、で、こいつを、ここに乗せて、これいけるか？あ、いけるな。高さ同じだね。で、ここでいいかな。目の前まで来いと。いいじゃん、少しぐらい。よしよし。お、なんか、初めての建造物。あ、帰ってた、帰ってた。お家に着いたんか。お家に着いたんだね、きっとね。ただいまー。みたいな。え、何？え？あ、これ？おー。帰った、帰った。おやすみ、みたいな。お、もう旅立つの？お、よし、まあ、じゃあ、こっからまたね、続いていく、まあ、当然なんだけど、うん、まあ、お家に着いて、またここから旅に出るそうなので、まあ、今回ね、レゴビルダーズジャーニーパート1にしてですね、今回はこれで終わりたいと思います。まあ、これね、のんびりね、遊んでいくといいのかな？あんまり急がずに。まあ、こういうのんびり優しい世界観なんでね、あったかい。いや、それにしてもすごいな、本当。惚れ惚れするわ。これアップとかはないのか。なんかちょっと見てみたかったね。で、使うボタンは A と B で R の方向転換だけっていう感じですかね。で、まあ、あとは L でブロックの選択ができたりする感じかな。はい。いやね、まあこのゲームはね、いろんなプラットフォームで出てるっぽかったです。調べたらプレステにも出てるし、スチームにも出てるし、あのね、スイッチがね、こう海外でしか提供されてないようでした。うん。なので、スイッチ版はちょっと国内ストアには、では取り扱いがないので、もし遊びたい、スイッチしかないよ、遊びたいよってなったら、ちょっと難しいかもしれない。ね。いや、でも、ちょっと、体験してみてほしい作品ではあるな。レゴ、好きな人だったら、なおさらね、一度、ちょっと、その目で、見てみてほしいな。ちょっと手に触れ、ん？触れてみてほしいなと、思うような、そんな作品でした。はい。
まだ本当あのブリックテイルズとはね違う良さがありましたね。はい。まあ、並行してね、あのブリックテイルズビルダーズジャーニー遊んでいこうかなと思っているので、はい、ブリックテイルズともにビルダーズジャーニーもよろしくお願いいたします。はい、というわけでまたねレゴビルダーズジャーニーパート2でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手はネグでした。また会いに来てね。オツベーダー。またね。バイバイ。